コメント読みのコーナー、パチパチパチ。シエルンが絵がうまい、羨ましいだって。え、ありがとう。絵描くの好きなんだ。でも小さい頃からいっぱいいっぱい楽しくお絵描きしてれば上手くなるよ。だってみんなもいっぱい絵描こうね。うん、うん、皆さんどうもパチューです。ちゃ、皆さんどうもシエルです。ちゃ、あー、パチくんばかりずるいな。何が。私もモテたい。いや、別に俺もモテてるか。私だってモテたい。可愛くなりたい、可愛くなりたい。いや、可愛いかもしれんけど、もっと可愛い、もっと可愛くなりたい。シエルが可愛いって思う人はチャンネル登録と高評価、コメントたくさん残してね。いっぱい可愛いってコメントが来るといいね。モテたい、モテたい、モテたい。いや、そんなさ、モテたいって言ったって急に都合よく現れないって、男の人とか。あ、どうもすいません、シエルさんいますか。勝手に入りますよ。あ、どうも、どうも。いない、いないけど、シエルさん、いない、いないけど、シエルさん、いないけど、いない、シエルさんじゃないですか。何、何、何ですか。シエルさんじゃないですか。あ、今日可愛いですね。ありがとう、ありがとうね、ガネオくんだっけ。ガネオくん、ね、ガネオです。シエルよかったじゃん、モテてるじゃん。いや、モテてるの、なんでよ。ずっとついてっちゃう。右に行ったら右に行くし、左に行ったら左に行く。やめて、家庭内ストーカーやめて。接近禁止命令を出します。なんでですか、右行って左行って。鏡みたいですね。すごいわ、ガネオくん落ち着いて。てか、ところであなたなんでまたいるんですか。いや、いるけど別に隣だから、いつものことだよね。いつものこと。いつもシエルさん家にいるんですか。まあまあまあ。これで頭からかち割ってやろうか。こらこら、それはいけないよ、ガネオくん。ダメだよ、それは。しまって。僕なんて、これ食え、3ヶ月よりぐらいに今日美味しそうだな。じゃあ、僕この黄色いやつにデートで負けないっていうことを証明したいんで、うん、あ、そう、デート対決してくださいよ。で、先に行ってきな、デート。いいんですか。やっと。じゃあ早く、早速言いましょう。最高のデートにするんで、行ってくださいよ、早く。まあいいか。俺も一応採点するから、採点係だから、ついてくる。いや、おかしいでしょ、対決する相手が採点してどうすんの。ねえ、おかしいだろ。採点するのは私なんだよ。だってついていかないとさ。いや、ついてくるのよ、当たり前だろ。ついてくるのよ、頭が違うぞ。すぐ武器取り出すのやめて、ガネオくん。わかった、じゃあいいよいいよ、俺家で待ってるから。うんうん、じゃあ行ってくるね。はい。おっと、シエルさんとデートか。あ、じゃあまずですね、うん、学校に行きましょう。え、デートだよ。あ、そうですよ、デート。学校でデートすんの。図書館があるじゃないですか。さすがガリベンだな。耳を澄ませばって聞いたことあります。あるよ、大好きだもん。あれですよ、あれ、シエルさんが読む本を先回りして僕全部読んでるんです。うん、それ言ったら意味ないんだよ、知ってる。しおりに名前を書いてる。いや、それ言ったら意味ないんだって。すごいな、僕これで完璧だ。ガリベンのくせになんでそんなバカなんだ。しおりを先に読んでください。しおりが一番重要。しおりはいいの、別に。しおりが一番重要なの。貸し出しカード。わかったわかった、ガネオって書いてあるわ。うわ、すごい。すごくないのよ、全部知ってるのよ。先回りして書いたの知ってんのよ。読もうとした本にガネオって書いて、すごいですね、シエルさん。よくないから。どうでした、僕のデート。帰りましょう。いや、帰ろう、もう帰ろう。今日のデート終わり。今日のデートこれで終わり。よし、ただいま。あ、おかえり、シエル。遅かったね。何してきたの。どんなデートだった。楽しかった。学校の図書館に行って本読んだ。すごい、耳を澄ませばみたいじゃん。うん、貸し出しカードに全部先にガネオって書いてあった。すごい、運命じゃん。うん、すごいね、ガネオくん。うん、違うの、パチくん。何学校に行く途中にさ、お話ししてたらさ、うんうん、耳を澄ませばって知ってますか。僕先回りして全部名前書いてきましたって言ってたよ。ガネオくん、青すぎるでしょ。意味ないじゃん。え、
何これ何ですか、これ鍵だ、鍵だよ鍵、これもらってっちゃう、じゃあのダメダメ返せ、それだけはダメだ、返せ、家の鍵、おい、あれまた誰か来たんじゃない、なになに今日は多いな、はい、あ、ちょっと、わっ、え、誰ですか、わっ、ほら太極健太郎っつんだ、太極健太郎さん、あのここに強い奴がいるって聞いてからよ、足どうなってるんですかそれ、うわ、あの修行しててこんなになっちゃった、いや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 、足細長すぎない、何用ですか、私あなたのことを存じ上げないです、うわ、オラは知ってんだ、なんでな、ここに強い奴がいるっつうからよ、遊びに来たの、あ、お前はちげえな、お前気が全然感じられねえな、お前黄色いやつは、お前え、気が感じられない、うわーすごいな、お前の木、え、どんな風になってます、うわ、なんかボスボン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 ってなってます、ドス黒い赤のが肩からちょっと手かかってるみたいになってんぞ、おめえ強そうだな、ちょっとオラと遊ん、ちょっとデートしてくんねえか、え、デート、え、なんかあの勝負とかじゃなくて、いや、デート、行ってくれば、行ってきていいよ、早く、うるさいから早く出てってよ、あ、俺、あの留守番してるからさ、早く行ってきなって、私んちだよここいや、だから留守番しといてあげるからうん、じゃあ行こう、俺たち行ってくっかよ、うん、行ってくるね、はい、行ってらっしゃい、気をつけてね、足を折られないようにね、その足もう、任せろ、え、なに、私が折るって思ってる、じゃあまず、あの山行くからよ、山、もう、山登りデートかな、あ、まあそうだな、崖登りデートっつうんかな、崖は登らないの、デートで、この開けたところでよ、うん、ちょっと一戦交えてくんねえか、やっぱ勝負するんじゃん、もうやっぱすげえ気だからよ、ちょっと一回勝負してみてんの、よし、じゃあ一応やってみっか、一応やってみっか、行くぞ、もう当たんねえな、すわしっこいな、いてえ、うわ、よし、おめえ強えな、いや、まあまあ、今の一撃めちゃくちゃ強くて痛かったぞ、もうやめるわ、いてえ、ちょっと待ってよ、よし、行こうぜ、いやいや待って待って、一発しか、まあ一発しか投げてないけど、いてえ、弱すぎじゃない、よし、じゃあもう今日のデート終わりだな、え、なにそれ、山登りするって、あなたを一発殴ったデートで終わりじゃん、あとな、あのここから飛び降りるぐらいの覚悟がねえとオラの彼女にはなれねえ、簡単に行くんだな、おめえ、よし、おめえ簡単に行く、うわあ、あ、足が折れそう、あぶねえ、足の指が2本折れたぜ、折れてるじゃん、じゃあもうあれだな、オラ帰るわ、そうなの、あ、楽しかった、じゃあな、あ、うん、気をつけてください、ケン君、また来るから、あの、また来るからよ、来なくていい、はあ、ただいま、おかえり、どうだったすんごい変なやつだった、いや、なんか山登らされて、うんうん、開けたところで一戦交えろって言われて、うん、一発ポカって殴ったら、おめえ強えな、もうやめだって言われたえ、じゃあデート行くか、一応ね、しようか、連れてってあげるよ、しょうがないから、ありがとね、また誰か来た、なになに、なんか、なんか今日すごい、ね、今日すごい、なんか、噂出回ってる、なんかモテてるじゃん、シエル、顔白、あ、どうも、あなたはシエルさんですか、あの、近い、今これおでことおでこを合わせて、あの、あ、合わせてません、テレパシーはないですよ、ないですか、12秒かな、ちょ、待って待って、ずかずか入ってこないでください、誰ですか、あ、私、僕の名前は、ダークディセプションいやいや、本名教えて、あ、ネークラオです、ネークラオあの、私のことを知ってるの、え、あの、もう、めちゃくちゃ有名ですよ、え、いつの間にそんな有名になったんだ、私、メガネかけてる男の子が街中でシエルさん可愛い、シエルさん可愛い、ガネよー、あの、来ました、聞いててください、僕の声だんだんイケボに聞こえてきますから、いやいやいや、確かに、え、
じゃあ行きましょう、デート。え、なんかイケボだったな。行ってくる。行ってくるの？気をつけてね。なんかイケボだから目つぶりは問題ね。目つぶればいいんだ。せっかく声がいいんだからカラオケ行こうよ。あ、カラオケ。ちょっとカラオケは嫌ですね。え、なんで？君の名前はね、クラオ…あ、じゃなくてダークなんだっけ？ダークディセプション、タロ。ディセプション…意味はよくわかんないけど、なんか死神とか探しに行かない？死神。あ、死神？いいですね。いるわけないじゃないですか。え？嫌です。じゃあちょっと水族館の方に行きませんか？お、なんかいきなりまともな。うん、いいよ。行きましょう、水族館の方。うん、ここが水族館か。そう。じゃあ帰りましょう。チケット…待って、帰るの？はい、もう入ってるじゃん。水族館の方まで来たんで、もう大丈夫です。帰ります。いや、何それ、散歩じゃん。それ散歩って言うんだよ。よし、楽しかったな。楽しくないよ。この辺でデートおしまいにしましょう。ね、なんで君さっきから後ろ向きにずっと歩いてんの？じゃあ楽しかったですね。ありがとうございました。じゃあまた。楽しくなかったよ。おととい来やがれこの野郎。ただいま。おかえり。どうだった？変な子。いや、水族館に連れてってくれたんだけど。おー、いいじゃん、水族館ね。うん、連れてってくれたっていうか、着いたら満足しちゃって、よし、着きましたね、帰りましょうって言われた。めっちゃ変な人じゃん。なんかお口直しデートがいるだろう、どう考えても。おい、最後私水族館まで歩かされてそのまま帰ってきたんだぞ。デートね。あ、分かった分かった。じゃあデートしようか。うん、いいよいいよ。デート、遊ぼう。うん、いいねいいね。じゃあここ座って、ジエロン。ここ座ってよし。じゃあゲームしよう。あ、じゃあシエルン、今日はさ、俺がご飯作るよ。え、本当に？うん、まあデートじゃないけど、そんなもんでいい。うわ、やった、パーツくんの手作り。カレーライスでいい。よし、じゃあトン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 。おお、嬉しいぞ。ごちそうさまでした。ごちそうさま。美味しかったな。まあまあだったぞ。まあまあだった。まああんまり作んないけど、料理。まあ、美味しかった。いい感じだったかな。ちょっとビシャビシャだったけど美味しかった。スープ系俺好きなんだよね。スープっぽいカレー。あ、そうなんだ。うん。じゃあこんなもんかな、俺のデート。まあ、そうだよね。え、だ、まあいいでしょ。こんなんで。もう、いや、全然いいよ。気合入ってないのが一番いいんだよ。いつもと同じ。楽しかったよ。まあ。はい、どうも。カネオです。また来たの？どうでした？変な子ばっかりだったよ。山に登らされるし、勝負仕掛けられてポコって一発殴ったら逃げてくし。え、じゃああれですか、僕のデートが一番だったってことですよ。うん。え、誰ですか？他に僕よりいいデートするやつなんているはずないじゃないですか。いたよ。どこですか？ここに。え、だって、うん、こいつ家から一歩も出てないじゃないですか。うん、そう、なんで知ってんのって。だから、いや、やべ。まあでもシエル、なんだかんだゆっくりするのが一番良かったね。うん、そうだね。ん？あ、浮いてる浮いてる。あ、え、誰？あ、誰誰？いや隣に誰？え、お前がパティシエか？いや、俺パチシューだけど。かわいい、めちゃくちゃ。うちと結婚するっちゃ。え、シエルン、また変なの来たって。いや、何？かわいい。何なの？何？パチくんバカモテすぎだろ。ふん。え、結婚する？パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。